所有する IRBM は5発と少ない。そのため敵は偽のサイロを作ってこちらの爆撃から守ろうと必死だ。偽のサイロだと？ペンキで書かれたサイロだ。そんなものでも空からの目は騙せる。拠点を撃ち落としたロングレンジ部隊の活躍だ。噂は聞いてる。俺たちは爆弾を運ぶ。あんたは平和というのだろ。目標を潰したね。照準コットを使うにはまず兵装を切り替えるんだ。パッドの中央に表示されている円内にミサイルサイロを捉えろ。その状態で兵装発射スイッチを押せば爆弾が投下される。その後も着弾までサイロを照準の中央に捉え続ける必要がある。着弾の瞬間まで照準ポットでサイロを捉え続けろ。バンカーバスターの着弾を確認。ドンピシャだ。一つ目のミサイルサイロの破壊を確認。 IRBM の狙いは放射能中毒だ。再投下には時間が必要になる。慎重に狙うんだ。やるしかねえ。これは偽物だ。非常に構造物はない模様。目標を捕捉。トリガー、爆弾が投下された。おお、地面から火柱が上がってるぞ。目標撃破。ミサイルサイロ破壊。発射の兆候はない。意外と何とかなるんじゃねえか。この調子で全てのミサイルサイロを壊してしまおう。敵航空部隊を確認した。おそらく向こうが呼んだ援軍だろう。爆撃機を狙う気配はない。ミッション遂行の障害になるなら排除しろ。トリガー、爆弾が投下された。この調子で残りのサイロもやっちまおう。ミサイルサイロ破壊。隠しやがった。今日は空が広く感じるぜ。サイクロプス号がカゴの中の鳥みたいだったもんな。このミッションが終わったらまたあの中隊長様の指揮官が。残念だ。今回のヘビーな任務でカウントをストライダー2にしたらワイズマンの指示か。作戦ごとの再編成はいつものことだ。今回も考えがあるんだろう。何が考えだ。小言を言われないで済むことだけが救いだぜ。トリガー、真後ろに敵が来てるぞ。数の少ないが連続する。アンカーバスターを投下。着弾、ど真ん中に落ちやがった。命中、目標破壊。数が少なくなるほど探しづらくなるはずだ。頼んだぞ。間に合うかもしれん。残りは一つだ。今の俺は鎖から解き放たれた狼だぜ。かわいかったな。さっきの扉を開けたわよ。ミサイル発射。やったか。撃墜確認。今来るんだ。こんなにするな。回避しろ。作戦時間残り5分。
そのため敵は偽のサイロを作ってこちらの爆撃から守ろうと必死。